お笑いコンビサンドウィッチマン伊達みきお49が17日日本放送サンドウィッチマン・ザ・ラジオショー・サタデー土曜午1・0に出演パリ五輪の卓球女子シングルスで銅メダル団体で銀メダルを獲得した早田ひな24の発言に対して試験を述べた早田ひな眼鏡姿の上目遣いショット披露に反響アイドルかと思ったの声 早田は帰国後、都内で会見した際に、アンパンマンミュージアムに行きたいのと、鹿児島、知覧の特攻平和会館に行って、自分が生きているのと卓球ができているのが当たり前じゃないことを感じたいと話し、この発言が物議を醸している。伊ては、変な風に捉えてる人がいるんでしょう。戦争を美化してるとか、そういうことは全くないって思うわけ。絶対ないんですよと断言し、 早田の発言を擁護。歴史として勉強して、改めて、戦争ってしちゃダメなんだなと、そういう思いで彼女も言ってるんですよ。変な風に捉えられるとかわいそうだからさと話し、理解を示した。そういう意見はほっとけばいいと励まし、ああいう若い子が、そういうところに行って、考えたい、勉強したいですっていうのは、すごくいい意見だと思ったと早田の考えを称賛した。